みなさん、せーの、こんばんは。時刻は午後7時を回りました。名古屋クリアーズのアゲアゲラジオ、私たち名古屋クリアーズがミッド FM 新栄スカイスタジオから楽しく元気にワイワイと30分生放送でお届けしていきます。今日は私名古屋クリアーズの百瀬優香と木崎みかんと水野真でお送りしていきます。イエーイ。さあ始まりました、名古屋クリアーズのアゲラジ。この番組は YouTube ライブ配信でも生配信しています。イエーイイエーイ。あはい、先週の、はい、先週はですねめっくりメンバーの先輩メンバーのみおんさんの生誕祭が行われましたね。はい、おめでとうございます。17歳。17歳、大きくなったね。大きくなったね。後輩なんじゃない？あれ、お母さんですよね。お母さん、ね、お姉ちゃんみおんさんはね、アンコール前から、うん、ライブ最初から、うん、あの衣装着ててね、うんうんうん、ドレス、可愛いドレス着てて、ね、めちゃくちゃ可愛かった。なんか昔のドレスのリメイクらしいんですけど、うんうん、いつもねみおんさんってメンバーカラーが水色じゃないですか、うんうん、でもそのドレス黄色と紫だったの、うん、で水色が一個も入ってなくて、うん、なんか新鮮だなって思ったの、ね、あ、うん、でも全然めちゃめちゃ可愛くて似合ってて、うんうん、何色でも似合ってたよね。もうめっちゃ可愛い、うん、何でも似合うのかもしれない、可愛い子は何でも似合うかもしれない。私たちもね、うん、お団子、ハーフツインお団子、なんて言うんだろうね、ハーフツインお団子っていうのかな、2つ、ね、2つお団子、お団子ね、したんだよね。そうそうそう、みんなでね、髪型揃えてね、うんうん、ね、あの、ね、なんだっけ、なんだっけ、遊園地ですよみたいな。どういうこと？ポップみたいな。あのなんかあの遊園地行くとさ、うん、あのカチューシャつけるじゃん、うんうん、みたいなことよっていうことよ。どういうこと？なるほどね。そう、なるほどね。そういうこと。はい、ということでこの番組は生放送なのでリスナーの皆さんからのメッセージもどんどん読んでいきたいと思います。今日の、はい、あ、ここで今日のメッセージテーマは好きな秋の、あれ、ここでいつちょっと読みたいなと思います。はい、ラジオネームまことさんからです。アゲアゲラジオの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつも火曜日毎週楽しみにしていますよ。これからものびのびしたアゲラジ楽しみにしていますよ。めくりメンバーのおかげでずっとファンを続けてこれたからめっちゃありがとうございますねってことです。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそめっちゃありがとうございます。嬉しいね。はい、はい、今日の今日のメッセージテーマは好きな秋の味覚です。メールは mid-fm@web.co.jp までお送りください。またミッド FM ホームページのメッセージ&リクエストのページからもお送りいただけます。そしてツイッターはハッシュタグめいくり761でツイートしてくださいね。皆さんからのメッセージお待ちしてます。それでは今日のオープニングナンバーはこの曲からスタート。今日は雨だとも知らずに傘忘れてしまいました。名古屋クリアーズで諦めのバレット。
名古屋クリアーズのアゲアゲラジオ。ミッド FM 新栄スカイスタジオから名古屋クリアーズの百瀬優香と木崎みかんと水野真央が生放送でお届けしている名古屋クリアーズのアゲアゲラジオ。今日のテーマはこちら、好きな秋の味覚。イエーイ。では名古屋クリアーズメンバーの好きな秋の味覚をお話ししていきたいと思います。はい、はい、じゃあ私から、はい、私は梨かな。梨、うん、みんな食べる？梨はね、うち苦手なので。私は苦手。あれ、もう苦手だった。なんかさ、シャリシャリするのちょっとあんまり。わかるわかる。そうなの。どっちかっていうとリンゴ。リンゴもちょっとシャリシャリするから。リンゴ、シャリシャリ系みんな苦手なの？シャリシャリちょっと、シャリシャリ、シャリシャリ NG で。シャリシャリ NG、はい、なんかリンゴとかってさ、うん、あのウサギの耳にするやつあるじゃん、うん、あれめっちゃ好きなんだけど。かわいい。わかる。リンゴの皮好きなんだけど、うん、なんかこう、え、リンゴの皮が好き？うん、日本の皮もじゃなくて食べるってこと？皮も好きなんだけど。え、皮食べない？え、皮付きリンゴで食べない？あの家でさ、でリンゴ食べないんだけど。あ、そっか。リンゴ食べないんだけど皮食べるんだ。そうだよ、食べるよ。皮付きのままで食べるんだけど。そうなんだ。そうそうそう。そう、あのお便りで、うん、あの、はい、うどん県大好きさんも梨が好きだそうです。やっぱり私ね、最近3週間ぐらいずっと連続でもう梨ずっと食べてて、そんないっぱい食べる。え、好きっていうかなんか、あの朝起きて朝ごはんにお母さんが毎回梨を切ってくれて、そう、あのいっぱいストックあるのかな。置いてあるんだよね。素敵なママだね。梨が好きですね。私はね、里芋が好きです。里芋、里芋いいよね。じゃがいもより里芋がいい。じゃがいもよりも、うん、じゃがいもよりも、じゃがいもよりも、じゃがいもよりも、うん、里芋が好き。里芋、え、里芋ってあれだよね、なんかコロンってしたやつ、しっとりしてるやつ。なんか、なんか、なんかピューみたいな、ネトネトしてる、ネトヨネト、なんかピチョみたいな。なんかシュッみたいな。なんか煮物とか美味しいね。そう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 、美味しいね。あのコロコロしたさ、なんかサイズ感ちょうどよくない？食べやすいサイズ、うん、食べやすい、うん、あれなんかさ、うん、たまにお弁当とかにもさ、うん、なんかスーパーとか、うん、そういうところで売ってるようなさ、うん、お弁当とかにも里芋って入ってるじゃん、うん、で真っ先に食べるもん。あれ美味しい。好きなものは先に食べるタイプ。さあ、あとからね、なんかもう一回食べたいなってなるけどさ、あの、うん、最初に全部食べちゃうから、うん、なんかおかわりくださいってなっちゃう。おかわりくださいってなっちゃう。先に食べちゃうから。そうそうそう。ダメじゃん。ダメだね。私はね、うん、やっぱね、うん、さつまいもですね。さつまいもね、定番だね。焼き芋がね、うん、好きですね。好き。なんか、なんか、あ、ごめんね。この前ね、なんか、うん、あのスーパーでね、あ、ごめん、全然焼き芋の話じゃなくなるんだけど、うん、焼き芋は置いてて、うん、あのなんか、スーパー行った時になんか、うん、お芋屋さんが一生懸命作りましたみたいなスイートポテトが置いてあって、はい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 、なんかお芋屋のそう なんかってやつ。そう、美味しかった。そう、うちもさ、なんか前さ、うん、なんかお店に行った時にね、うんうん、あの置いてあってさ、置いてある、うん、なんかワゴンみたいな感じ。ワゴン、なんて出前じゃないな、うん、なんていうの、その期間限定でさ、うん、なんか今だけ売ってますよみたいなコーナーみたいなところに、なんかお芋屋が作ったスイートポテトみたいなあってさ、これは買わなきゃと思って買って食べたんですけど、とってもとっても美味しかった。とってもとっても美味しかった。スイートポテト好き。あさみちゃんもね、うん、あのね、お芋好きだ、さつまいも好きだよって言ってて、うんうん、大学芋とかあの焼き芋とか好きだよって言って。なんかね、さっきね、ちょっと聞いてほしくて、うん、さっき真央とね、真央とっていうか3人でね、あの、うん、お便りのさ、うん、これ誰々は、誰々さんは何が好きなんだってっていう話をね、うん、ちょっと向こうでしてたんですけど、うん、ラジオ前に、うん、その時にね、あの大学芋ってなんだっけって真央が言ってて、で、うちがなんかポリポリするやつ。なあよ、それ芋けんぴだよ。あれ芋けんぴだ。芋けんぴだよ。大学芋じゃないわ。違うわ。芋けんぴ、芋けんぴだわ、うん、芋けんぴってどういうやつだっけって言ったら、
言われたからポリポリするやつって言ったら、うん、マオがあああれねってそれだけで理解したからさ、なんか意思疎通してるのかもしれない、ね、うん、ポリポリする、そうそうそう、うん、あとね私、うん、あのもう一個好きなのがあって、なになに、ブドウが好きなんですけど、ブドウ、はい、いいね、ブドウが好きなんですけど、うんうん、もちろんね、あの大きいさ巨峰とかも好きなんだけど、うんうん、あの皮付きの、うん、皮付き、皮付きじゃない、皮付きのブドウも好きなんだけど、皮ついてるやつしか見たことない、 あの皮付き皮ごと食べれるやつも好きなんだけど、わかる、皮ごと食べれるブドウあるじゃん、わ、うん、かる、わかる、わかる、うん、え、あれ、マオがわかってない、わかってない、黄緑色とか皮食べる習慣がない女かもしれないなるほどね、食べれるね、皮も食べれるブドウがあるんだけどね、うん、口に残らないようなね、皮、そうそう、それも好きなんだけど、うん、なんかさ粒が小さいブドウわかる、ね、めっちゃついてるやつよね、そう、なんかめっちゃついてるさ、すっごいちっちゃいさ、うん、粒がちっちゃいブドウあるじゃん、うん、なんかピュッて出して食べるやつ、あれめっちゃ好きで、なんかさスーパーとかで売ってるの見つけるとさすぐさ、え、食べたいって書いてなって買っちゃうんだけどえ、あれさ、なんかさもうちっちゃいからさ、うん、たくさんあるじゃん、実ってるじゃん、だからさもうずっとさこうやって、うん、こうやってずっとなんか手が勝手に動いてる、わかる、なんかどんどんねプチプチプチって食べてくるって、あれでもまだあるみたいな、そう、気づいたらないの、そう、なくなってるそうそうそう、うん、なんかそういうさやっぱり好きなさ、うん、フルーツとかってさ、うん、なんかさ食べてるうちにさ、うん、なんか知らないうちにさなくなってない、うん、なんか手元から消えてるそう、あれもうないのみたいな、そう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 、あのおかわりくださいませんかさっきの里芋と一緒じゃん、じゃなんかまださこう何、うん、お腹空いてたらさまだ口に入れたいみたいなのあるじゃん、うんうん、ある、あるね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 、なんかまだ口に入れたいから、なんかおかわりないですかキラみたいな、なんかチラみたいな目線でこう訴えるの、そうありませんかみたいな、可愛い、ないですか、ないよって言われた、あ、そうですかみたいな、そうですか、そうですか、今日なんかまた買ってきてほしいなみたいな感じになるんですけどはい、みんなは他になんかフルーツ系とかで好きなのとか、あの真央とかさっきお芋が好きって言ってたけど、フルーツ好きなのあるの、フルーツ、秋のフルーツ、秋じゃなくフルーツ、秋じゃなくても、10月旬のフルーツって何があるんだろうね、わかんない、でもなんかさっきなんか柿とか調べたら、柿は違うわ、柿はか、あれ柿は貝の方か、あれ柿じゃない、柿柿は貝の方だね、柿はどう、マオは好きな人、食べれない、私食べたことない、多分、あれちなみに私も柿は苦手なんですけどあれ好きな人なんか誰かしらいるかなと思ったけど、うちの家族もねあんま食べない、うん、なんか昨日お母さんが、うん、あの何もらってきたのかわかんないけど、うんうんうん、柿を持ってきて、うん、誰か食べるってそう、あれ、あー柿か、うんうん、ってなっちゃう、食べない、うん、食べない、そう、微妙な雰囲気を、そう、そう、なんかやっぱりさなんか家族のうちでさ、うん、誰かがさ、うん、誰か一人でもさ苦手だったりするとさ、うん、なんか買ってこなくなるよね、うん、食べなくなる、あ、そうだね、そのまま他のさみんなもさつられて食べなくなってくる、うん、あ、なる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 よね、うん、好きな食べ物はどんどん買ってくるんだけどね、うん、ね、うん、はい、以上好きな秋の味覚でした。それではここで一曲をお聴きいたしましょう。外あの寒いので、はい、寒さも吹っ飛ばそうということで名古屋クリアーズでサンダーボルト。
ここからは皆さんからいただいたメッセージをご紹介したいと思います。今日のメッセージテーマは好きな秋の味覚です。さっきは私たちの好きな秋の味覚についてお話ししたのですが、今度はリスナーの皆さんからのメッセージを紹介していきたいと思います。はい。なんか二人が、ね、何今のね、何ちょっと どうしたのちょっと気になったんだけどさ、どうしたんですか。なんかうちがすごい頑張ってさ喋ってるのにさ、なんか前でさ二人がさなんかごちゃ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 盛り上げ役、そうそう盛り上げ役をしてたのよ。ちょっと視界に入っちゃってめっちゃ笑っちゃった、ね、はい、ラジオネーム勝弘さんからです。スタジオの皆さんこんばんは。こんばんは。今日のテーマ好きな秋の味覚ですが、私は断然栗です。栗というよりマロンっていう響きが、栗よりさらに甘そうに感じて好きです。マロンを加工したでおなじみのモンブランってなんであんなに美味しいんですかね。皆さんはモンブランお好きですか。好きです。最近好きになってきたなんかマオ今日いっぱい笑ってどうしたの楽しいね楽しい楽しいねモンブランはゆうかは？うちはね、うん、モンブランね、なんかね、食べないかも。食べない？うん、あんまりモンブラン頼まないかもね、ケーキ屋さんとか行ったとして。私もあんま頼まないけど、最近なんか、うん、何父さんとか家族がモンブランらしきものを食べてて、らしきもの食べてて、なんかあるじゃん、モンブランでもなんかいろんな種類が。あ、はいはいはい、それを食べてて、うん、え、美味しそうって思って、うん、あの一口もらったらめちゃくちゃ美味しかった。なんかさ、うん、ニューンっていうやつあるじゃん、モンブラン。機械機械なんかニューンって出す、ね、目の前でニューンとしてくれるの好き。なんかあれ見てるとさ、ちょっと気持ちくないね。ちょっと自慢です。自慢です。はい、水のモンブラン作ったことあります。天才かもしれないです。天才です。これは天才かもしれない。ありがとうございます。みんなマオにいっぱいお菓子作ってもらおうね。はい。よし。はい、続いて。はい。続いてはラジオネームこっちさんからです。ゆうかさん、みかんさん、マオさん、こんばんは。こんばんは。急に寒くなった近頃、いかがお過ごしでしょうか。テーマが好きな秋の味覚ということですが、秋といったらやっぱりみかんが美味しくなってくる季節ですよね。寒くなっていくにつれ、こたつとともに現れるみかんには勝てませんね。また秋といえば芸術の秋とも言いますので、メイクリのみかん担当のみかんさんのみかん担当オレンジ担当ですあ、まあ、みかん担当のみかんさんの、前田素晴らしいイラストも楽しみにしています。ツイッターに投稿されていた何かに入っている猫シリーズが可愛くて癒されました。次はみかんの段ボール箱に入った猫はいかがでしょうか。今後のイラストも楽しみしています。だそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ね、あの猫ちゃん可愛かったよね。可愛かった。嬉しい、みんな見てくれたの。なんかツナ缶のお風呂みたいな、うん、あとね消しゴムのやつね詰め込みました。私で消さないでくださいって書いてあってさ、可愛いと思ってさ震えてた。ツナ缶の方とさ消しゴムの方と両方でリツイさせてもらって、うん、ありがとうございますちょっと可愛くて嬉しい、耐えきれなかったいや、うん、はい、次のお便りです、はい、ラジオネームゆうすけさんからのお便りです。まおちゃん、ゆうかちゃん、みかんちゃん、こんばんは。こんばんは。今回のテーマの秋の味覚ですが、僕はかぼちゃを思い浮かべました。かぼちゃの優しい甘みとホクホクとした食感が好きです。今年の秋はかぼちゃシチューを作ってかぼちゃを味わいたいです。はい、はい、うまく読めましたね、はい、上手に言えました。はい、さっきね、あのね裏でちょっと読んでた時にね、ねひじをちくって噛んじゃったんだよね。噛んじゃったよね。今日なんかちょっと噛んじゃうかもね。そういう日だね。そういう日だね。でも可愛いから許せるね。許しゅうって言っちゃった。かぼちゃのスープ？かぼちゃのスープ？シチューだった。シチューか。ごめんなさい。かぼちゃのシチューをさ食べたことないんだけど。かぼちゃのシチューって何？えシチューにかぼちゃが入ってるだけじゃないの？あ、そうなの？なんかさ、なんか色自体ももうね、オレンジなのかと思った。
そういうことなのかな、わかんない、食べてみたいね、食べてみたい ね、ちょっとなんかあみんなに、みんなにあの作って配っていただいて、お願いします。そうだね、ちょっと食べたいのでお願いします。はい、続いて、ラジオネームまともちさんからです。ゆうかちゃん、みかんちゃん、まおちゃん、こんばんは。こんばんは。最近ほんま寒くなってきましたね。今回のテーマ、好きな秋の味覚ですが、僕は柿ですかね。一昨年までは苦手だったのですが、去年突然女の子から柿をいただき、その柿がすごく甘く美味しくて、それ以降秋のじゃない柿の味覚にハマりました。はい、どうですか。ちょっとどっちの柿か分かんなくなっちゃったけどね。絶対言えないんだけど、これ一発で。あのさ、柿の方はさ、どっちの時期？貝の方の柿の方はあの、いつの時期の方、わかんない。柿食べたことない。どちも食べれないんだよね。嘘ついたわ。柿も食べたことない。なんかジュルンってなった。ジュルンジュルンってなった。でかいやつだよね。でかい、でかいやつだよね。なんか、こんぐらいね、伝わらないよ。わかんないよ。伝わらないよ。手のひらぐらい、指の長さぐらいの、ぐらいです、ぐらいです。皆さん、カキは好きかな。カキはちょっと得意じゃなかった。好き嫌い分かれるかな、やっぱり。そうかな。あ、いついつ、うちはいつから、冬の11月頃から美味しくなり始めて。そうなんだ。え、じゃあもうすぐじゃん。もうそろそろですね。そうだね。じゃあカキもカキも秋の味覚ってこと。そうだね、そういうことだね。はい。いいね、どっちも皆さん食べてみてください。そうだね。はい、たくさんのメッセージありがとうございました。名古屋クリアンスのアゲアゲラジオ。で、ツイッターのコメントを見ていきたいと思います。はい、はい、すごい今一瞬で目についちゃったんだけどさ、ウルトラスさんが今日みんなゲラすぎってさ、そうなんだよね、なんかさっきからさ、ちょっとおかしいね、今日たくさん笑う、今日なんかいっぱい笑うね。そうだね、めっちゃ笑ってるね。カキお腹壊すだって。カキ当たるみたいなこと、当たっちゃうんだね。食いしん坊ばっかりやって、みんな食べ物だね。でもだって秋の味覚だから、だからそりゃ食べ物合ってる合ってる合ってる。ちょっとやめてほしいわ、そんな食いしん坊キャラみたいな。食いしん坊だね。はい、名古屋クリアーズのアゲアゲラジオ、ミッド FM 新堺スカイスタジオから30分にわたって、名古屋クリアーズの百瀬優香と木崎みかんと水野真央が生放送でお届けしてきましたが、なんともうエンディングのお時間です。早いですね、今日は。はい、ここで名古屋クリアーズからのお知らせです。今週金曜日は、3ミリオンライブがダイヤモンドホールさんに行われるので、ぜひそちらと、あと今週の土曜日、23日土曜日は10時20分から私たち後輩メンバーの方の五十嵐舞ちゃんの生誕祭がクラブサロンにて行われます。ぜひ皆さん、ぜひ来てください。来てください。はい、そして今週の日曜日は、第8回三河湾大感謝者 大感謝祭をが、トヨタ自動食器海洋ヨットハーバーにて、行われるんですけど、はい、こちらは参加無料なので、ぜひ皆さん、ぜひぜひ気が向いたら遊びに来てください。はい、お願いします。お願いします。名古屋クリアーズの活動についてはホームページや公式ツイッターなどを確認してください。メンバーもツイッターやインスタグラムなどもやっているので、ぜひファラーとチェックしてくださいね。そして来週10月26日のテーマは、好きなツルツルです。はい、10月26日はきしめんの日ということで、はい、皆さんの好きな麺類や味や、食べ方など教えてください。それではこの後もミッド FM でお楽しみください。ここまでのお相手は名古屋クリアーズの百瀬優香と木崎みかんと水野真央でした。また来週この時間にお会いしましょう。 YouTube ライブ配信を見てくれた人もありがとうございます。ありがとうございます。はい、最後はこの曲でお別れです。今日は雨が降ってましたね。はい、皆さん、では雨が止んだら虹がかかるといいですね。ということで、最後の曲は、はい、名古屋クリアーズで虹色フィーバー。みんな、ポイ捨てはしちゃダメだぞ。はーい。
よくできました。